皆さんこんにちは。ついにやりました。こいつレベルマックスなりました。 URAZ 覚醒できます。それではやっていきましょう。いや、こんな動画いらねえよと。別に UR 持ってるし、いや、こいつ持ってるよってね、思う方いるかもしれません。ただ、私にとっては、もうこいつはすごいもう思い出に残るね、キャラクターなんですよ。そして UR っていうのは、やっぱ一番最高ランクのね、レベルですから、もう僕にとってはもうすごいことなんですよ。あとですね、まさかのこいつ使ったパーティー、動画には残せなかったんですけども、ドフラミンゴの EX ステージありましたよね。まさかの、アイテムなし、ノーコンクリアできました。そんぐらいすごいキャラクターなんですよ。ということで、Z 覚醒をして UR にした後に、ドフラミンゴ EX ステージを、ノーコンアイテムなし攻略できたパーティーね、ご紹介していきたいと思います。少し戦い方も説明させてもらいます。でももうね、イベントの方終わっちゃったので、またなんかね、ドフラミンゴのイベント、ワンピースとのコラボで来た時には、絶対その時には、動画残します。絶対残します。ということで Z 覚醒いきたいと思います。来たよ。いや、マジでね、こいつにはね助けられた。まだキャラ的には新しい、私のこのチームに入ってからね、まだ間もないんですけども、即戦力として活躍してくれてます。それではこいつら食わして、さらにパワーアップして、こいつをもっと使っていきたいと思います。いきます。 Z 覚醒。いやー、こいつ本当に SSR の状態でも本当に活躍しました。レベルも上がってない状態でもね、素晴らしいキャラクターだよこいつ。うおー、きた。いや、見て、パラメーターここまで上昇して、あとまだ20レベル上げれますから、素晴らしいね。それではここからですね、ドフラミンゴ EX ステージ攻略したメンバーをご紹介していきたいと思います。それがこちらです。え、全然変わってないじゃん。あんま変わってないかもしれません。ただこのパーティーは最強だと思った。それが元気玉悟空パーティーです。皆さんね、あまり所持されてる方がね、まあ、いないってこともあって、あまり挑戦できなかったんですけども、元気玉悟空、フレンドさんにいたら、このパーティーで、ノーコン、そしてアイテムなし、クリアできたんですよ。まあ、ご説明をするとですね、まあ、こちらの元気玉悟空、書いてある通り、リーダースキルの方が、地属性の敵のアタック、ディフェンス 40% ダウンさせます。で、フレンドさんにもいたら、これがまあ、倍になるということで、アタック、ディフェンスが 80% ダウン。で、いつもだと属性をやっぱね固めてたんですよね。ただこのスキルだと固める必要がない。いや、なぜなら味方の体属性のアタックとかを上げるスキルではない。しかも相手ドフラミンゴに対して雑魚2体いたはずです。体属性と力属性が、まあ、そのためのガードするためにこのファイア属性と力属性の2体ずつ連れてくんですけども、本当にこいつらにスキルは適用されなくても全然いいんです。ガードできれば。主にはドフラミンゴを倒す目的なので、フレンドさんは絶対に元気玉悟空なので、パーティー的には3体体属性になります。で、戦い方ここ重要です。ドフラミンゴをフルシカとしていきます。まずは雑魚2体を弱点ついて撃破してから、そこ2体撃破できればもう確実です。もう 90% 以上と言ってもいいくらい、あともうドフラミンゴは余裕で倒せます。相手のディフェンス 40% 下げるので結構食らわせることができるんですよ。まあ、でもちょっと時間かかるかなっていう感じはありました。まあ、ただザコ2体倒してしまえば全然食らいません。本当に食らいません。なのであとはもう畳みかけるだけっていうね。これ本当に動画で本当に送りたかった。マジでもう絶対にドフラミンゴ次来たらもうこのパーティーでしますんで、皆さん、フレンドの皆さん、元気玉悟空1本でリーダーしてください。マジでこれでノーコンアイテムなしできますんで。ということで、もう半分以上がドフラミンゴを攻略するためのね話になってしまいましたけども、この元気玉悟空さ UR にできたということで、
さらに強いパーティーになりました。皆さんもぜひね、こいつほんと使ってやってください。出た人ほんとおめでとうございますって感じです。マジでおめでとうございます。これ俺思うんだけど、今俺が持ってるパーティーの中でもう一番こいつ優秀だって思ったキャラクターです。もう言っちゃいます。今現在は、まあ、全体的にね、いろんな属性に対応できるとかいますけども、一番活躍したキャラクター元気玉悟空さんになりますので、皆さんぜひ当ててください。ということで、また明日の動画で会おう。さよなら、バイバイ、バイバイキン。